すいません、ありがとうございます。続きの常任幹事会の報告をさせていただきます。党規約第42条3項に基づいて、山尾志織衆議院議員に対しまして、幹事長による注意をさせていただきました。これを、常任幹事会で決定を承認をいただきました。まあ、これはご案内のように、連休中に、成果届を不注意で提出をせずに渡航したということで、本人も不注意だということで、しっかり反省をし、謝罪をされているわけですが、私もヒアリングをしてその状況を受けまして、今日幹事長による注意ということで常任幹事会でも承認をいただきました。まあ、これがいわゆる今話題になっているところでいうと欠席処分に当たるようなものだというふうに考えておりますが、このことを常任幹事会で決めたことを報告させていただきます。私からは以上です。では、私は私のご質問を出しますので、以上になります。じゃあ、大きな声を出したいなと。フリーランスの安住です。山尾さんの処分についてなんですけども、なんか聞くところによると、ロシアベルスに行かれたのは、視察だっていうふうに言われてるというふうに聞いたんですけども、渡航の目的なんですが、その目的についてはあの党の方で把握されてますか。それで、ね、もし視察ならですね、例えばその成果物みたいなのがあると思うんですけども、そういうものの確認はされてるんでしょうか。まあ、経済財政状況の視察と聞いておりますし、行ってシンポジウムか何かに参加をしたと、参加というのは聴衆として参加をして視察をしているというふうに聞いておりますので、そのように受けた回っています。はい、他ございますか。後ろ、じゃあそちら。はい、羽根日本テレビ柳沢さん、今回その山尾議員が不注意でこの成果届を出してなかったということですけども、この海外渡航というのは、まあ、こういった届けなしでの海外渡航というのは初めてだったということなんでしょうか。誰か山尾議員自身がですか。はい、そのように、最初か何回もやってるか常習かは分かりませんが、おそらく常習ではないと思いますので、不注意で、今回成果届を出さずに渡航したということで、いろんな例が過去も他の議員もございますが、今日も議運で、一定の謝罪をさせて、議運の理事からさせていただいたということでございますので、党としても今申し上げたような処分のような措置をさせていただいたということでございます。福田支店の及川と申します。昨日日本共産党が経済政策を発表いたしまして、経済対策として 7.5 兆円、恒久的に支出するとおっしゃいました。これは消費税 3% 分ということで、大変分かりやすい数字だと思ったんですけれども、立憲民主党の経済対策は大体規模としては予算どれぐらい考えていらっしゃいますでしょうか。今立憲民主党の経済政策について、政調中心に参議院選挙に向けてまとめているところでございますね。今ちょっとその規模について申し上げるのは控えたいと思いますが、経済政策を近々参議院選挙に向けて発表したいと思っております。他はどうですか。北海道新聞の水野と申します。よろしくお願いいたします。丸山倉田議員の関係でお伺いいたします。はい、今日ですね、議員理事会で明日にでも丸山議員を呼んだ話を聞きたいというようなことを決定されて、ただ一方でその丸山議員の、予定がというか本当に来るかどうかは本人に確認してということだったんですけど、そこ何か進展があったというご報告がありましたでしょうか。いや、私進展についてはまだ受け止まっておりません。はい、ごめんなさい。もう一回、もうさらに関連ですけども、いつなのかわからないですけども、本人に出る機会があれば、どのような丸山議員の事実関係を正したい、立憲民主党としてどこをという点があれば教えてください。もう一回もう一回。いろいろほど戦争発言だけでは、事実関係で報じられていますけれども。
まずはですね、議運の理事会で、出席要請をして話を聞く機会をということを決めた、得たのは、正式な国会の議運という機関で決まったことですから、これを本人は、ご本人は速やかに、出席をされて、た方がいいと私は考えています。まあ、内容については、出席が決まって、議員も含めて検討したいと思いますので、私から今、具体的に何か申し上げることはありません。他、こちら。NHK の清水先生、今の質問に関連してなんですけれども、その一部週刊誌の中では、訪問先で酒を飲んで、禁止されている外出を試みようとしたということが報じられています。この北方領土に目覚まし交流に行って、そういった行動を起こすということについてはどうお考えですか。まあ、一連の発言もそうですが、まあ、そのことを事実かどうか、それこそご本人にはっきりと確認をしなければいけないことだと思いますけれども、まあ、事実だとすれば、まあ、いずれにしても論外です。コメントするのもあまり適切ではないと、コメントに値しないというように思います。はい、山田さんは幹事長時代、私は大変期待したし、しかし、彼女の辞任によって、解散の引き上げを引いたり、そのものを言ってもらうことが多いんですが、今回の注意、検責っていうのはね、やはり次はレッドカードっていうんですかね、そういう自覚を本人に持ってるのかどうか、やっぱり私、有権者を裏切ってると思うんですけどね、彼女は。その辺、どうだったんでしょう。まあ、国会での我が党の憲法調査会での事務局長としての仕事ぶりやですね、法務委員会等で、委員会の質疑等に立つことに関しては、私は彼女は非常に頑張ってくれているというふうに思いますが、まあ、今回のような 不注意なことがしたということは、非常に私も残念だと思っておりますので、まあ、幹事長からの注意ということにさせていただきました。まあ、今後もこういったことがないように本人にもしっかりと申し上げたいと思います、はい、申し訳ありません。お考えよろしいでしょうか。報道通信の岡山と申します。よろしくお願いします。内閣不信任案についてなんですけど、今日国民の大島議員がですね、不信任案について否決されることが分かって、受け出すのは生産的でないか、幹事長はこの前、最近ためらいがないとおっしゃっていましたが、今の考えです。だって否決しないで解散するというような類のことを政府が、というか与党の幹部が言われているわけですし、官房長官も解散に大義になるとおっしゃっているわけですから、否決されるとは限らないというふうに思います。逆に前から同じことを申し上げますが、不信任案の提出が解散の大義になるなら、野党第一党の枝野代表が解散権を持つのと同義語になりますから、我々としてはあらゆる選択肢を考えていきたいと考えております。田中さん、フィーダースの田中です。いつも嫌な質問を申し上げたんですけど、今、選挙についての焦点の一つとなっております、消費税についてお伺いいたします。2014年に 5% から 8% の消費税が上がって、景気が落ちて、人々の生活も苦しくなっております。はい、でこれはですね、枝野福山体制の前任者ともいえる野田さんの提唱です。でこれについてはどう思ってますか。消費税のこの引き上げ、三党合意については、我々は政権を、ある意味で言うと投げ出してまで消費税を上げ、社会保障と税の一体改革はこの国の未来のために当時は必要だというふうに考えた結果だと思います。ただし、三党合意はもうほぼ崩れているというふうに考えますし、特に、3%上げた後の景気の失速、それからその後全く景気が戻らないことも含めて、そこについては我々も真摯にその状況を受け止めました。
そして一方でこの消費税を 3% 上げたことに対して社会保障が充実したとか、我々に社会保障として返ってきたというような実感が国民に全くなくて、私もあちこちの集会で消費税 3% 上げてよかったと思う方というと全く手が上がらない。つまり消費税上げたことの、まあ、我々は社会保障と税の一体改革によってある程度社会保障が充実するんだと、その実感を持ってもらうために我々は消費税を上げることが必要だと思ったんですが、まあ、安倍政権のその後の政策は全くそういうことにはつながっていないということだというふうに私どもは考えていますので、今この景気が、まあ、減速が明らかになり、そして米中の貿易摩擦も含めて経済が不透明な中で、私どもは消費税を今10月から上げるべきではないというふうに明確に考えております。上げたことに関する反省みたいなのですから、今申し上げた通りです。他ございますか。じゃあ、宇田川支店の及川と申します。以前も伺ったんですが、まあ日本の消費税による税収は、まあ、30% 以上で、これは、付加価値税最高標準税率 25% のスウェーデン、あるいは最高標準税率 20% のフランスと、大体同じぐらいですが、消費税を 8% から 5% に減税しようというお考えはないのでしょうか。現状ではありませんが、まずは凍結をするということだと思います。山岸さんが決断してくれたことで、2人揃ったと、これは良かったと思うんですけどね。ただそもそも言われた有力候補からどうも相談されてたりして、で東京の2人というのは2人当選することもあれば2人落ちるとか悪夢があったわけですけど、この東京2人ですね、この2人もどういったとなって、まあ、とにかくもう倒れだけだということはあると思うんですけど、ね、その辺のことはどういうお考えでしょうか。まあ、これで2人揃いましたので、どういう形で選挙戦を組み立てるかについては、都連と党本部両方それぞれしっかりと議論をしながら、例えば地域割りにするのか別のやり方、いや一応方向性としては考えていますが、まあ今日正式に決まりましたから、ここからどういう形にするのかについて具体的に決めていきたいと思っておりますし、今の状況の中で2人が最大限の運動を展開すれば、私は2人当選が十分に可能だというふうに思っておりますので、まあ、そういった運動が展開できるように、党務も上げて頑張っていきたいと思います。いや、言ってると思いますけれども、まあ、連合は国民さんとの関係もあるものですから、これでようやく連合の推薦のプロセスも入ってくると思います。それではよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。